では巨匠、はい、1995年の作品で、作曲を担当しました、はい、巨匠のこの曲に関するエピソード、はい、思い出をお願いします。これはですね、まあ、当時あの夜も引っ張れっていうねテレビ番組、日テレさんの方でありましたね。見てたこれでね、うん、あのなぜかね1位になってましてですね、見てびっくりしたんですけど、うん、あの、まあ、出るよっていうのは、まあ、あのもちろんそのもちろんというか実際聞いてたわけですよ、うんうんうん、だから見るといいよということで、うん、見てたら、うん、最後の1位のもう大鳥の曲で、あれがね尾崎清彦さんがね確か歌われてて、で歌い終わった後に、うん、なんだこの曲難しすぎるとかなんかよく言ってましたよね、ご立腹だったっていうのを、ね、すごい覚えて、まあ、でも嬉しかったですね。結構ラブフレーバーってその引っ張りのチャートに入っていて、うん、あの東さんも歌いましたもんね。東って誰？少年隊の。ああ少年隊の。そのまんまじゃない方ね。そのまんまじゃない方です。夜も引っ張りは本当に僕たちの曲皆さんよく歌ってくれてましたよね、出演者の方がね。ちょうどこの時期、この時代っていうんですかね、あの番組が放映されてた頃ね、はい、このあのね、ちょっとわざとらしいとこあんまり好きじゃなかったねなんつうこと言うなっていやでもね、本当いい番組でしたよ全然なるほどね、飲みすぎ気をつけてください。はい、ありがとうございます。